島村義信は日本の政治家。衆議院議員、文部大臣、農林水産大臣、自由民主党国会対策委員長、自由民主党総裁特別補佐、志卒会名誉会長等を歴任した。現在は日本プロスポーツ協会会長、杉並学院中学高等学校理事長、元衆議院議員の島村一郎は父、東京都江戸川区生まれ、 東京都立両国高等学校学習院大学政治経済学部政治学科卒業学習院大学入学後学習院院長の安倍義成から頼まれ皇太子の学友になったまた島村は唯一自身の同級生たる天皇から国務大臣に認証された政治家である学習院大学卒業後日本石油に入社し九百七十年より 中曽根康弘衆議院議員の公設秘書を務める。1971年、中曽根の防衛庁長官就任を受け、大臣秘書官に就任した。1976年、父、島村一郎が引退。一郎の講演会から出馬を流され、接収に反対する一郎を押し切る形で、第34回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、 旧東京1994年、自社差連立政権の村山内閣において自由民主党国会対策委員長を務める。1995年8月8日、村山改造内閣で文部大臣に任命され、初入閣した。1996年の 第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制導入に伴い、東京16区から出馬し、新進党新人の佐藤直子を下し、7戦。1997年、第2次、橋本改造内閣において、病気辞任した、おち伊平の公認の農林水産大臣に、任命された。農水省在任中、 国有林の無断伐採が発覚した北海道、帯広市の製材会社、ヤマリンに対して、入札参加資格停止7ヶ月、ヤマリンのグループ企業2社が、落札済みの契約の辞退命令等、所管する林野町に対し厳罰に処するよう命じた。ヤマリン側は、北海道開発庁長官を務めていた、鈴木宗尾衆議院議員に口聞きを依頼し、鈴木は、 島村の外遊中央を見計らって、林野町に圧力をかけたが失敗する。橋本龍太郎の退陣に伴う1998年の自由民主党総裁選挙では、梶山清六の推薦人に名を連ね、選挙対策本部長を務める。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、かねてより対立関係にあった、元東京都議会議員の宇田川義雄が、 東京十六区から無所属で出馬し、自民党公認の島村を約三千三百票差で破り、当選。島村は、長福立候補していた比例東京ブロックでの復活も叶わず、落選した。なお、宇田川は、島村の父、一郎の元秘書であった。二千三年の第四十三回衆議院議員総選挙では、東京十六区で、民主党前職の中津川白郷、 無所属の改善職の裏側を破り、国政に復帰した。2004年、第2次、小泉改造内閣で、再び農林水産大臣に任命されるが、2005年8月、衆議院解散に、閣議で反対し、小泉純一郎首相に辞表を提出。小泉は、辞表は受理せず、島村は農省を罷免された。閣僚が罷免されるのは1986年に、 文部大臣の藤尾正幸以来であり、日本国憲法下における閣僚秘面は4例目であった。このため優勢造反組副党問題では、いわゆる増反組の副党に賛成し、副党を決定した首相の安倍晋三を擁護した。島村は、亀井静から優勢造反組に同情的で、国民新党のパーティーにも出席していた。2007年、 所属していた伊吹派の名誉会長を辞任し、退会した。また同年より自由民主党衆議院議員総会長。安倍晋三の退陣に伴う2007年自由、民主党総裁選挙、福田康夫の退陣に伴う2008年自由、民主党総裁選挙では、いずれも40年来の友人である、麻生太郎を支持し、麻生の推薦人に名を連ねる。2008年、 自民党総裁に選出された麻生の下では総裁特別補佐を務めた。2009年の第45回衆議院議員総選挙では東京16区で民主党新人の初鹿明弘に敗れ落選。落選後も次期衆議院議員総選挙への出馬に意欲を見せていたが自民党の公認を受ける見通しが立たず立候補を断念し政界引退を表明した。 2010年6月より、日本プロスポーツ協会第4代会長。2011年2月には、日本相撲協会が、大相撲やお調問題の再発防止策を審議するために設置した、大相撲申請委員会の委員に招聘され、同委員会の委員長に就任した。2012年4月29日、朝日大受賞受賞。2013年6月、かつて同じ。 心差し卒会に所属していた、亀石塚、村上正国の呼びかけに呼応し、円卓会議の創立に参加した。ありがとうございます。